はい、今日はトミカ博in横浜2018で発売された GR スープラレーシングコンセプトを開けていきます。はい、じゃあしっかり見ていきます。で、今回のはトミカ博in横浜2018だね。で、ここで発売されたトミカです。で、正面から見るとトヨタのエンブレムだね。で、ヘッドライトはシルバーの塗装です。で、ボンネットのところはガズーレーシングのエンブレムがあります。で、ここのエアフローのダクトの部分はブラックに今回は塗装されてます。で、横から見るとこんな感じです。今回のはここに90番のゼッケンがついてるね。で、リアのフェンダーのところもトヨタガズーレーシングのプリントがされてます。で、後ろの方はトヨタのエンブレムがあって、下にはリアフォグも塗装されてあるね。で、やっぱりこのボディのこのラインとかかっこいいけどね。すごい細かく作られてます。で、リアウィングは樹脂パーツだね。で、反対側はこんな感じです。で、タイヤはホイールがこういうデザインだね。で、なんとなくサスペンションがついてるって感じかな。で、特にドアは開いたりはしないです。で、運転席はちょっと見づらいけど左ハンドルになってます。で、後ろの方はこんな感じだね。で、以前ジュネーブモーターショーで配布された限定モデルのものとちょっと比べてみようかな。で、これがジュネーブモーターショーの方で配布された限定の GR スープラレーシングコンセプトだね。パッと見一緒っぽく見えるけどちょっと並べて比べてみようかな。あ、こんな感じだね。で、こっちがトミカ博の方の GR スープラだね。で、こっちがジュネーブモーターショーの方です。まあ、形とかは一緒だね。大きな違いはボンネットのところのエアフローのダクトの部分の塗装がされてる方とされてない方だね。ルーフの部分とかは一緒だね。で、サイド横からの違いはトミカ博の方で発売された方がゼッケン90番のプリントがされてるね。こっちはジュネーブモーターショーの方はついてないです。で、ホイールのデザインも一緒だね。リアも一緒になってます。反対側も同じくこのゼッケンの違いがあります。で、裏の方を見るとシャーシの方もなんか一緒っぽいね。で、箱の方を見てみようかな。正面のパッケージにスープラの写真がデザインされてるね。で、横はこんな感じで、横にも一緒のね、写真がプリントされてます。で、後ろの方はこんな感じだね。今回のは非売品じゃないからちゃんとバーコードもあるね。はい、今日はトミカ博in横浜で発売された GR スープラレーシングコンセプト開けました。で、こっちの方がジュネーブモーターショーの方で配布された GR スープラだね。まあ、個人的にどっちもかっこいいかな。で、ジュネーブモーターショーの方で配布された限定モデルの方はこれメルカリで1万円で買ってるからね。でも、こっちのトミカ博の方は800円だったかな。って考えたらこっちの方がいいのかな。でも、両方とも個人的にはかっこいいかなと思います。はい、じゃあ今日もおしまいです。バイバーイ。